ワッくんスタジオ。どうもギタリストのワッくんです。1ミリも知らないけれども初見で弾いてみたシリーズ、イエイ。今回の楽曲はこちら、バーン、キングヌーさんで酒夢ですね。こちら曲の概要なんですけれども、2021年の12月29日にリリースされた一途と酒夢の両 A 面シングルでございます。こちら曲のタイアップがありまして、劇場版呪術廻戦ゼロのエンディングテーマとなっております。キングヌーさんの楽曲はね、ほとんどいけたためしがないよね。前回は多分ね、1割もいかなかったんじゃないかな。マジで難しい。マジで難しいっていうのと、大体理論を無視しているような感じ。で、基本的に転調はしてるかな。まあ、おそらく転調は今回もしてるんだろうけども、前回がバラードじゃなくて、今回エンディングでしょ？つまりバラードでしょ？今回こそはバラードだと思います。っていうか、思いたい。まあ、とりあえず聞いてみましょう。どうぞ。こんにちは、キングヌーさん。最近よく会いますね。これもまた境目なのだろうか。よし、やっていこう。何を言っているんだ。今回は前回の一途よりかは打って変わってバラード調っぽいな。この感じ、ストリングスで始まってますね。さあ、歌が入ってきた。ここでキーが変わる。まあ、転調はデフォルトでしょうね。さあ、ここはどういう風に展開していくのか。ここは一体サビなのか。サビを一番頭に持っていくパターンなのでしょうか。おっと、ギターがウィーンって言い始めとるぞ。ギターなのかボーカルなのかちょっとよく分かんなかったな、今。さあ、ここでギターのリフが入ってますね。さあ、どこまで追いつけるか。ここはもうギターは入っていないけど弾いてしまった。一応リードっぽいフレーズは鳴ってるっぽいね。ぽいってすごい言いがちだよね。リードっぽいフレーズが鳴ってるっぽい。さあ、ここはまあまあ読めてきたけども、おっと、ここで B メロ転調はしますね。もちろん転調はするんですよ、皆さん。いいですか、キングヌーは転調するもんなんです。さあ、ここで若干難しいか、読み切れない。 A メロのコード進行と頭がごっちゃになってますね、完全に。さあ、ここでサビですね。サビもキーが変わってコード進行も変わっているので、もう頭の中パニックですよね。これパニックだよ、パニック。さあ、ここからちょっとずつ慣れてきたかなっていう感じはするが、わ、割と細かいコード進行だ。さあ、ここでイントロのフレーズをさらにここで感想で持ってくるパターンですね。これ消える、みんなが消える、ギターだけになって、まあなんとなくですね、なんとなくで乗り越えた感じはする。1番の A メロよりかは若干雰囲気変わってますね。あ、ここで B メロいきますね。 B メロがね、取りづらいんですよね、これまたね。さあ、どこまで対応できているか。1番の1回やっただけではわからないか、やはり。さあ、覚えていない、もう諦めている、ほぼ B メロは。さあ、ここからサビですね。サビはちょっとがっちり決めてほしい。さあ、ここでパッシングリミッシュが入って、さあ、どういう展開をしていくのか。この後ですね、問題は。おっと、消えた、ドラムが消えた、ベースも消えた。おっと、ギターがフィードバックしている。うわ、これはなんか激しそうなソロが来たね。エモいね。ちょっと前半スケールのズレがあったっていうミスがありましたが、まあ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 、終わりよければ全て良しとしましょうよ。もうこの転調回数まで来るとね、頭の中でキーなんて把握できてないんですよね、常に。
おっとここで転調する兆し、転調したけどしかも曲の雰囲気まで変わってるね。蝶々の感じになってるね。ここサブノミナントマイナー入れてますね。歌も入ってるんですが原曲はちょっとオブリっぽい感じで入ってるんですよね。ちょっと今回はこのオブリのパターンを弾きすぎた感はありますね。もうちょっと落ち着けばよかった。弾けばいいってもんじゃないですからね。すごい綺麗な歌だ。しかしこのボーカルの声と極まってすごく綺麗な曲ですね。今回もう前回が激しすぎたんだよ。最後いい感じに終わらせようとするけどちょっと半音ずれたね。はい、皆様いかがでしたでしょうか。予想は当たってましたね。バラードだったんだけど、やっぱりキングヌーさんの楽曲はね、いや普通に難しいですね。どういった難しさがあるかっていうと、やっぱり転調をすごいされるというか、でその転調も例えば最後のサビで半音上がるみたいな単純な転調ではなく、もう曲のパーツごとに転調をしてっている。しかも半音上がるだけとかじゃなくて、まあ、今回確か半音上がるったんだけれども、まあ、違う転調方法、例えば単3度上上がるっていう、まあ、お決まりの転調方法とかあるんですけど、まあ、そういう転調方法ではなく、まあ、同主張転調だったかな今回も。いや分かりづらいこの転調、ほんと音探すのが難しくて、で音を見つけ出した頃にはもう次のセクションに行ってて、でまた転調してるからみたいな。そうするとね、キーをね覚えてらんないんですよね。ここまで転調されると2番に来た時にも覚えてないんですよ。覚えてないパターンの方がマジで多い。だからなんだろう、これ初見で弾いちゃダメですね。まあどの曲もそうなんだけど難しいです。これは本当にこの曲、まあバラードなんで多分弾き語りとかこれからね歌ったりとか演奏される方結構多いと思うんですけど、ちゃんと行動を見て覚えた方がいいと思います。これはねむやみやたらにね行動を見ずに頑張ってやろうとするとちょっと時間かかっちゃうかもしれないですね。でアコギで弾き語りとかする人って特にカポとかつけるから、カポつけると僕カポあんまりつけないんで、逆にカポ弾くとねマジで弾けなくなっちゃうぐらいカポに弱いんで難しいんですよね。なんで弾き語りとかね、今後この曲を歌いたいっていう方、または弾いてみたいっていう方は行動を見て挑戦してみてください。今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はお任せしますので、この動画が面白いと思った方は高評価ボタンもよろしくお願いします。僕にリクエストや質問がある方はコメント欄にてよろしくお願いします。それではまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。